皆さんこんにちは。今日はですね、またまたゼルダ界隈においてポリコレが、まあ、ポリコレ問題かな、こちらがかなり話題となっておりますので、こちらのポリコレ問題取り上げていきましょうか。で、具体的な内容としましては、ゼルダ姫を黒人にしろと、そのような内容が今相当話題となっておりまして、で、そこについて個人的な見解が述べられたツイートがバズっております。で、これをね、見てみて思ったこと、そこについて話していきたいわけですが、まずは該当内容を見ていきましょうか。で、ゼルダ姫を黒人にしろと、なんかこれ発売前にもなかったっけ、なんかありましたよね。で、ポリコレ界隈から意見がこういったのが出ているって話ですね。で、ゼルダ姫を黒人にしろっていうところで、まあ、少々これは横暴すぎるというか、まあ、現実的じゃないというか、突然黒人になったらびっくりするでしょうって問題があるので、まあ、正直ね、まあ、実現しなくて個人的には良かったなと思っているものの、ただね、様々な意見が今出ておりまして、まあ、だって有名キャラを黒人や LGBT、こちらを意識したキャラクターに変えさせた方が宣伝効果があるし、大企業ポリコレ界隈が屈服させたって感じで気持ちいい、みたいなとんでもない意見も出ていて、それに対していいねがすげえついてんだけど、これすげえなと思いましたね、これを見て。逆に言うと、こう思ってる方がめちゃくちゃ多いということか。いやー、ちょっと俺は、なんかあんまりその、アンチポリコレってわけじゃないけどさ、ポリコレを、まあ、そもそもゼルダに導入するっていうことに、まあ、どれぐらいの方が同意されているのか、まあ、そういった意見を持たれているのかってところが個人的には気になりましたね。まあ、ポリコレが猛毒というか、なんかポリコレを導入することによって結果として、なんかそのゲームの本質的な部分が、なんか見えなくなってしまったりとか、まあ、つまらなくなってしまうっていう側面もございますので、まあ、それを考えると、まあ、正直なんかポリコレとゲームってなんか分けて考えた方がいいんじゃねって思うんだけどね。なんかポリコレ問題がたびたびね、ゲームに介入するようになった、ここ最近ですが、なんか次回作とかだと普通に黒人のゼルダが出てきても、なんかこれを見てみるとおかしくない感じがしますね。まあ、どうなんでしょうね、これは。なかなか様々な意見が出回ってますね。ただ思ってるよりあれなのかな、なんかポリコレを意識するというか、まあ、ゼルダを黒人にした方がいいっていう意見の人が多いみたいですね。ほんまかいなって感じなんだけど、いやけどこれを見てるとそうなんですね。まあ確かに普通にかっこいい黒人ヒロインとか描いてくれるっていう分には、まあ特段問題ないと思っているんですが、一方で、まあゼルダ姫をね、黒人にするっていうのはまた話が別な感じがするし、どうなんでしょうね。まあ非常にちょっと難しい問題ではあるものの、まあ任天堂としては絶対にやらないとは言い切れないけど、まあ偶然その黒人に、まあ、ヒロインがなるっていうのは今後あるかもしれませんね。まあそれってのは別にポリコレ界隈とかを意識して、まあそういった、そうしたわけではなくて、あくまで、まあ総合的な判断でそうなったって感じなんでしょうかね。まあたまたまその黒人のヒロインがいても別におかしいわけじゃないからさ。まあ普通だからさ。まあそれとこれとはまたなんか話が別かもしれませんね。はい。まあそんな感じでございます。まあティアキンもですね、相当人気のゲームとなっておりまして、まあ先日もですね、なんと、あれですよね。ギネス記録を更新したと。そういったところも話題となっておりますから、まあ相当注目をね、海外、国内問わずされていると。だからこそ、ポリコレの刃にかかっているって感じでしょうか。ただここ最近ね、マジでポリコレ界隈からティアキンがめちゃくちゃ叩かれてるみたいなんで。で、そのね、理由っていうか、ね、内容っていうのが、ゼルダ姫を黒人しろみたいな、ね、すべてのなんか女性とかをね、黒人しろみたいな話なんで、なんかおかしな話だなっていう感じがしました。はい、というところで、まあ相当話題となっておりまして、それこそね、2万いいね超えていて、まあここ最近のティアキンの、まあ、ツイートというか、まあゼルダ関連のツイートの中だとダントツでいいねが多かったので、今回取り上げさせていただきました。で、インプレッションの方もなんとね、現時点で150万近く。で、おそらくこれがね、どんどん伸びていって、最終的には500万とか600万とかになるんじゃないかなと思うんですが、まあ相当話題となっているんでね。まあそれをね、見て思ったことを個人的な見解を述べさせていただきました。はい。
まあ肌の色はね、まあ、なかなか今の時代ちょっと難しいというか、なんというかこれマジで表現難しくないですかね。なかなかっていうか相当表現難しいですよこれ。まあ何とも言えないところではあるけど、ただなんか最近はやっぱりなんかこういった問題が、まあゼルダだけではなくて、まあゲーム全体として結構ね、まあ来てるのかなと思いました。まあ例えばその直近のゲームというか、まあ最近のゲームだとね、同性婚とかも一般的になりましたからね。なんか一昔前だとね、なんかありえないというか、まあそういった機能が導入されてるゲームってなかったと思うんですよ。ね。ほんの数年前まで。ただここ最近だと本当になんか牧場物語とか皆さんやったことありますか？どうなんだろうね。まあ、牧場物語とか、あと、ルーンファクトリーもね、確か、最初は対応しなかったけど、結局なんか対応したんですよね、アップデートで。であったりとか、まあそういった形で、まあ牧場物語ではルーンファクトリーとか、他のゲームでもそうなんですが、なんとね、同性婚ができるようになったりとか、結構ね、なんか今思うと、すげえ時代になったなと思いましたね。で、同性婚とか LGBT 問題の次は、今度はね、なんと今のこのポリコレですよ。ポリコレポリコレすげえよな。まあそんな感じでね、最近ホットな話題のポリコレを取り上げさせていただきました。ぜひ皆さんのご意見もですね、コメント欄でお聞かせいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。まあそんな感じでしょうか。はい。ただね、ポリコレ問題ってそんなになんかその任天堂全体としても意識はしてるのかどうかわからないけどさ、そんなになんか取り上げてないというか、なんというか、そこまでなんかね、大きな話題にはなってませんよね。まあ例えば他の人気のゲームでポリコレを取り入れたとか特にないしさ、まあ今後もなさそうではあるけどね、どうなんでしょうか。ただどちらかというと、なんかここ最近のグローバル系のゲーム、まあ特にその、まあ国内だけじゃなくて、まあ全世界で人気が出てくるようなゲームって、まあ、結構その LGBT とか、あとはそのポリコレ問題って避けては通れない道になってきましたね。まあ言ってもゼルダもね、全世界で相当売れてるゲームとなってるから、まあ次回作以降はどうなるのかっていうところですよね。なんかこれも時代の流れなんでしょうか。ただそんなこと言ったらさ、ね、なんか肌黒い主人公と肌黒いヒロインだらけみたいな感じになっちゃいそうだけど、それはそれで違和感がすげえあるけどね。うん。どうなんでしょうか。まあそういったところで今日はこちらについて取り上げさせていただきましたってお話でなっておりますね。そしてもしよろしければこのタイミングで高評価、そしてチャンネル登録もポチッと押していただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。で、特にですね、ゼルダの伝説ないしはゲームが好きな方であれば登録しておいて損はないかと思いますので、ぜひチャンネル登録をポチッと押していただけると幸いです。よろしくお願いいたします。では一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。そして再生リストに千秋の動画大量にあるかと思いますので、もしお時間ある方は気になる動画そちらからご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ではまた。